皆さんこんにちは。グッドバイマイラブでデビューして、アー無常、六本木心中など数多くのヒット曲をリリースし、1970年代には数多くのファンに愛された女性シンガーだったアン・ルイスさん。そんな彼女がなぜ表舞台から姿を消してしまったのか、今回はアン・ルイスさんの経歴とともに現在はどうされているのかをお話ししたいと思います。アン・ルイスさんのプロフィール。本名アン・リンダ・ルイス。生年月日1956年6月5日。出身地兵庫県神戸市。身長163センチ。血液型 A 型。アン・ルイスさんの経歴。アンさんはアメリカ海軍の軍人だった父親と日本人の母親との間に生まれ、横浜市のアメリカ海軍の住宅街ベイサイドコートで育ちました。1970年、14歳の時に横浜外国人墓地を散歩していたところ、作詞家の中西玲さんにスカウトされ、芸能界の道へ進むことになります。1971年に白い週末で歌手としてデビュー。当初アイドル活動する中、1974年にグッドバイマイラブがヒットし、一流アイドルの仲間入りを果たしましたが、本来の自分と違うので不満が溜まっていったそうです。こんないい子ちゃんの曲ばっかりでつまらないな、私はファンキーでかっこいい歌を歌いたいのよ、こんなの本当の私じゃないわ、もう我慢できない、本当に歌いたい歌を私は歌うのよ、直談判してくる。このような自由奔放な行動で周囲を慌てさせましたが、有言実行し、女はそれを我慢できないがヒットしました。と同時に見事にアイドルからロック歌手へと変貌を遂げた瞬間でした。その後1970年代後半から1980年代にかけて、ラ・セゾンや六本木心中、アー無常などのヒット曲を連発しました。ロック歌手と結婚。アンさんは時代の先端を先取りして恋多き女としても有名でした。そんな中で桑名正宏さんと出会います。桑名さんはセクシャルバイオレットが大ヒットしたロック歌手です。屈指の存在感と歌唱力で観客を魅了し、トップ歌手へと上り詰めました。二人はロック歌手同士でお互いが惹かれ合い、やがて付き合うようになりました。時代を代表するトップスター同士の恋愛は世間を騒がせました。そして付き合ってから半年経った1980年3月、仕事の合間を縫ってロサンゼルスにいた二人は、俺たち明日結婚するからとロサンゼルスでいきなり結婚宣言。突然の宣言にアンさんは多少戸惑いを覚えたものの、まあいいかと許したそうです。ただ結婚を決意したものの、桑名さんの酒癖の悪さと夜遊びが多いことに不安だったアンさんは、桑名さんに4ヶ条の約束を取り交わしました。不安をよそに長男のミュージさんを出産すると、育児に専念するためアンさんは音楽活動を休止します。わずか4年で。幸せそうに見えたアンさんと桑名さんの結婚生活ですが、長くは続かず1984年に離婚が成立しました。離婚理由の一つとして、アンさんは桑名さんの母親である姑との確執があったと言われています。実家が資産家だった桑名さんは跡取り息子として大事に育てられ、姑はアンさんのことを、夜遊び好きの女で満足に子育てもできていないと言っていたようです。実際に夫婦の間には酒を飲んでも2時には帰ればいいというルールがあったといいます。またアンさんもそんな姑に対し、顔を見るのも嫌、息が詰まりそうになると話していたそうです。14歳から芸能界にいたアンさんにとって、主婦や子育ては大変だったそうで、家事や料理はほとんどしたことがなく、毎日が苦労の連続でした。
窮屈な義母のやり方にアンさんは反発し、次第に関係は悪化していきました。アンさんは義母との関係を何とかしてもらおうと桑名さんに相談しましたが、問題が解決するどころか桑名さんの酒癖の悪さは結婚しても全く治らず、結婚前に交わした4ヶ条も全く守られず、酒を飲むと暴れたり、アンさんを罵倒したりしていたそうです。そしてもう一つの離婚理由として挙げられているのは、桑名さんの素行の悪さでした。1981年になんと未成年女性への暴行容疑で逮捕されてしまいます。被害者との示談が成立し、不起訴処分にはなりましたが、その数ヶ月後にはまたあるトラブルを起こし、再び取り調べを受けました。このことがきっかけで、桑名さんの仕事が次々とキャンセルされ、事務所から謹慎処分を受けてしまいました。しかも、自身の行動に対し、全く反省の色が見られなかった桑名さんに振り回され、嫌気がさしてしまったアンさんは、桑名さんと別居します。しかし、この別居中に桑名さんは別の女性と関係を持ち、なんと男の子も生まれていたのです。そんなだらしない桑名さんに愛想を尽かし、アンさんがミュージさんの親権を持つ形で1984年に離婚が成立。桑名さんはミュージさんが成人するまで2000万円の養育費を支払うことが決定しました。アンさんは離婚後、ずいぶん前から夫婦関係はダメになっていたと思う。別居した時にはもう夫婦関係は終わっていた。それでも息子のためにやり直せたらとも思っていた、と語っています。音楽活動復帰へ。アンさんは桑名さんが謹慎の段階で1982年に音楽活動を再開します。そして親友の復帰祝いにと、昨年引退した山口百恵さんが作詞、沢田研二さん作曲のラ・セゾンが爆発的なヒットとなりました。このヒットにより結婚前以上の人気を獲得していきました。ラ・セゾンや六本木心中のヒットもあり、歌番組やバラエティにも出演し、ますます忙しくなっていきました。まさかの体調不良に。そしてアンさんは心機一転して活躍を続けていましたが、1995年にアンさんの体に異変が起きます。テレビの収録中に突然、胸の下のあたりから不快な症状に襲われ、周りをキョロキョロとし始めたり、うつむいた表情をして本番中に挙動不審な行動をとってしまいました。さらに本番30分前に体調が悪くなり、数日休みましたが、原因不明の不調が続き、朝起きるとやる気が起きず、仕事に行きたくなくなっていました。しかし、その原因は分かりませんでした。ステージに立って歌えば何も問題はないのですが、本番前はトイレで吐いたり、楽屋で泣いたり、閉じこもることが多くなったそうです。このままでは仕事にならないと、事務所にお願いして休業しましたが、日本にいると取材やラジオの仕事が舞い込み、日本で休業しても事務所から仕事を入れられてしまうため、体調も思うように戻りませんでした。そのため日本を離れようと決意し、生まれ故郷のアメリカへ引っ越しました。アメリカでの療養を決断した理由には、日本でやりたいことをすべて出し切ったという思いもあったからだと言います。アメリカに渡ってすぐに病院に行って検査をした結果、診断はパニック障害。治療に専念するという環境もあって、アメリカでの暮らしは静かで穏やかでのんびりしたものだったそうです。しかし体の不調の原因は分かっておらず、不安を抱いていました。アメリカでアルバムを作ればプロモーションをしに日本へ帰国しなければならず、何も起こらなければいいけどと心の中では思っていました。2005年には再び活動を再開。しかし日本でアルバムのプロモーションで取材を受けた時、またもや体調が悪くなってしまいます。そして散々なアルバムのプロモーションをして帰国したのです。
なぜめまいや嘔吐してしまうのか、その原因は本当にわからず、ひどい時には化粧をしようとマスカラを塗るとき、不快な感情が押し寄せてきて、日常生活でも苦しみ続けたそうです。幼少期からの長い芸能界での多忙な仕事、過去の慣れない結婚生活や子育て、義母からのいびり、見えないながらもストレスがじわじわと心と体を蝕んでいきました。なんとか懸命に復帰を目指していましたが、当時付き合っていたボーイフレンドの助言もあり、芸能の仕事で体調が悪くなっていることを知ります。2009年には十数年ぶりにテレビ番組に出演し、パニック障害の影響で現在でも人前で歌うライブができない、今後日本に住むことはもうないと思うと告白しました。そして幼い頃から芸能界にいたので、どんなに体調が悪い時でも仕事を優先しないといけなかったので、普通の人になろうと思い芸能界引退を決意。2013年に元夫の桑名正宏さんと息子のミュージさんの親子3人で CD を発売すると同時に、完全に芸能界から引退することが発表されました。息子との関係。桑名さんとの離婚後、長男のミュージさんを引き取った杏さん。しかし徐々にミュージさんを育てる自信がなくなっていき、息子に留守番をさせて恋人と遊びに出ることもありました。その後ブラジル人でタトゥー職人の恋人ができた杏さんは、小学5年生のミュージさんに向かって、あんたもタトゥー入れなよと勧めたことがあったそうです。痛いのは嫌と拒否したミュージさんでしたが、当時を振り返り、恋人ができて嬉しくなったんでしょうと苦笑していました。そして離婚から10年後、ミュージさんは母親の元を離れ、父親の桑名さんの元で生活するようになりました。そうなった理由は、杏さんが思春期を迎えたミュージさんを育てることに自信を持てなくなったからだといいます。桑名さんの元で暮らしている間も、杏さんとミュージさんの交流はあり、親子関係は良好だったようです。そんなミュージさんは2011年、宝塚で男役として活躍していた日向燦さんと結婚しました。しかしミュージさんは安定した収入がなく、経済状況は厳しく、さらに子供も4人生まれているため、日向さんがメロンパンのお店を経営して家計を支えていましたが、現在は閉業しています。ちなみに杏さんは4人の孫たちにはおばあちゃんとは呼ばせず、クイーンと呼ばせているそうです。偽物事件。桑名さんが亡くなった後の2012年に、息子のミュージさんの偽物が出没しました。その偽物はノラと名乗り、桑名さんの長男だと言い、全国各地に出没。桑名さんの名前を出して無銭飲食を繰り返したり、宿泊場所を提供してもらったり、歌を披露して小遣い稼ぎをしていました。さらにはラジオ番組でも歌を披露したほか、桑名さんとの思い出話やミュージさんとのエピソードも細かく語っていたそうです。ミュージさんは偽物を突き止め、警察にも行ったそうですが、男は容疑を否認し、被害届も証拠もないため逮捕には至らず釈放されました。後に行った DNA 鑑定の結果、ノラと名乗る男は桑名さんの子供だとは認められませんでした。いかがでしたか？アメリカではアクセサリーを作って販売したり、友達と作曲したりして、日本にはない穏やかな時間を過ごしているそうです。日本には数年に一度帰国していましたが、それはミュージさんの成長を見るときだけ。もうミュージも成人したし、日本に戻るつもりはない。ストレスがめちゃくちゃたまるこの仕事はもうするつもりもない。それは元夫が病気で亡くなった時もそう。あの姑と元夫との生活を私は思い出したくなかったから。あの人たちの顔を見るのも嫌、息が詰まりそうになる。ミュージから連絡があっても帰国しなかったとのことです。もうあの歌声を聞くことは難しそうですが、
病状が安定しているのであればこれほどいいことはありません。ファンの方はちょっと寂しいかもしれませんが、アメリカで穏やかに幸せに過ごしてほしいですね。